11月7日に大学駅伝日本一を決める全日本大学駅伝が行われるんですけど、本日エントリーメンバーが締め切られました。明日の14時30分にね、確かエントリーが、正式発表されるんですけれども、いち早く青山学院大学と東京国際大学と、そして東洋大学がエントリーメンバーを発表されました。そして東洋大学のね、今回、エントリーメンバーを見ていきたいなと。1区から見てみますと、1区児玉選手、2区前田選手、3区福島選手、4区石田選手、5区梅崎選手、6区菅野選手、7区松山選手、そしてアンカー8区宮下選手となっております。非常にいいバランスの取れたオーダーだなというふうに思っておりまして、前半4区間は出雲駅伝でもね、活躍されました。出雲駅伝は東洋大学3位だったんですけど、活躍されたね、若いメンバーが並んでます。そして7区8区はね、エース2枚看板の松山選手と宮下選手が控えているということで、松山選手と宮下選手はね、出雲駅伝走られなかったんですけれども、それでもね、順調っていうふうには聞いておりますので、非常に楽しみですね。1区の児玉選手は出雲駅伝でも1区を走っております。出雲は1区、7位でしたけれども、順位こそ7位でしたが、タイム差がね、先頭から8秒遅れのタスキリレーということで役割を果たしたと思いますし、1区のスペシャリストとしてね、今回も、全日本の1区もね、しっかり走っていただきたいなと思います。そうすれば箱根もね、1区走れるんじゃないかなというふうに見ておりますけれども、そして2区は前田選手ですね。前田選手に関しましては、出雲駅伝エース区間の3区で区間6位ということで、この前田選手もね、非常にいい走りをされておりました。3区の福島選手も出雲駅伝4区で区間2位ということで、あと一歩でね、区間賞を逃しましたけれども、福島選手もね、駅伝に強いところを見せてくれました。そして4区の石田選手、スーパールーキーの石田選手、1年生でね、唯一メンバーに入ってきましたけれども、出雲駅伝では5区でね、区間賞を取っております。おそらくね、大学駅伝全てで区間賞を取りたいなと石田選手睨んでると思いますので、今回4区でね、区間賞を取りたいところですね。昨年は東海大学のね、石原選手、ルーキーの石原選手がね、怪物ぶりを見せてこの4区で区間賞を取ってますから、1年生でもね、力があれば取れないことはないと思いますので、石田選手のね、走りに期待したいなと思います。5区の梅崎選手と6区の菅野選手に関しては、ちょっとね、正直ここに、補欠のメンバーを、ね、当てるんじゃないかなと思ってます。補欠に出雲駅伝のね、アンカー、最長区間を走った柏選手だったり、またはね、及川選手とか佐藤選手も控えてますので、5区6区あたりがね、当日変更あるんじゃないかなというふうに見て思っております。そして7区松山選手と8区宮下選手、松山選手はね、もう実績申し分ないですよね。もう実績抜群のランナーで、この7区準エース区間しっかり走ってくれるんじゃないかなと思います。メンバーによっては区間賞を取るんじゃないかなと思っておりますし、8区の宮下選手は昨年もこの同じ区間アンカーを走りまして、58分台で走ってるんですよ。いかにね、駅伝って前半が大切とはいえ、全日本ってもう7区8区のウエイトが非常に大きいんですよね。その分やっぱり7区8区、特に8区にかかる期待値だったりウエイトっていうのは非常に多く占めておりまして、宮下選手はね、やっぱ優勝するにはアンカーがどれだけ前半が貯金あっても、やっぱり1時間60分とかかかってしまうと苦しいんですよね。だから宮下選手が、コンディション次第ですけど、58分台のパフォーマンスを見せてくれれば優勝争いに絡んでくるんじゃないかなと思います。東洋大学は、駅伝になるとね、非常に強さを見せてくれまして、見せつけてくるんですけど、なかなかね、優勝からはね、近年遠ざかってるんですよ、正直言うと。だけど今回はこれかなり期待していいんじゃないかなと。正直私的にはあまりトップ3にね、入ってこないんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、このメンバーを見る限り、もう穴がないというかね、前半にスピードある選手を前半に起用して、7区8区に長い距離を走れる選手をしっかり起用してくる。そして宮下選手はね、箱根の5区でもう山の神になりつつあるんですけど、全日本の8区でもね、実績残してますから、昨年のね、再現性ある走りをすれば、優勝のゴールテープ、久しぶりに東洋大学がね、優勝する姿を
見れるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、前半も後半も期待できるし楽しめるメンバーが揃っている、そんな東洋大学にね、11月7日全日本大学駅伝注目したいなと思っております。以上。